い、こんにちは。はるチャンネルのはるなです。今日はですね、私、名古屋出身で、名古屋弁講座っていうのをね、前に動画で出したんですけど、今回は名古屋弁ではなくて、名古屋あるあるっていうのをね、お話ししようかなと思います。で、ちょっとね、今調べたんですけど、結構ありました、名古屋あるある。ということで、話していきたいと思います。まずね、名古屋あるある。もう私ね、すでにやっちゃってるんですけど、愛知県のね、まあ、尾張の方かな、出身の人って、出身地どこって聞かれると、名古屋って言うんですよ。名古屋って言っちゃうんですよね。愛知って結構広いし、名古屋って駅が、新幹線の駅があるからね、わかりやすいじゃないですか。で、ついついね、名古屋って言っちゃうんですよね。私も実は名古屋市出身ではないんですよ。愛知県内の名古屋市のね、お隣出身なんですけど、やっぱりね、出身どこって聞かれると、名古屋って言いますね。続いて、コメダコーヒーの小倉トースト。これはね、常識中の常識と言ったら、あれですけど、コメダコーヒーって朝コーヒー頼むとパンがつきます。で、小倉頼めるんですよ。これはね、つけます。絶対につけます。で、なんなら家にも小倉あるし、カンカンで小倉あるんですよ。で、パンにつけて食べますね。これは全然普通。小倉トーストはね、本当に美味しいからやってほしい、みんな。で、もちろんね、コンビニとかでもね、敷島のパンで、スティックになっててね、真ん中にジャムとか挟んであるやつあるじゃないですか。あれ、小倉&マーガリンも売ってますね。小倉はもう常識です。はい、続いて、名古屋のね、待ち合わせスポットといったら、金時計なんですけど、金時計でね、待ち合わせるってね、意外とね、難易度高いんですよ。っていうのも、金時計で待ち合わせしてる人ね、めちゃくちゃいっぱいいる。もうすっごい人いるんですよ。で、金時計って、金時計がね、一本立ってるんですけど、そのね、周りにも人がめちゃくちゃいて、金時計にいる人ってね、あんまりいないんですよね。例えば、金時計のそばにあるエスカレーターの横で待っているとか、金時計のね、横側にある高島屋の壁面で待ってるとかね、なんなら、金時計のエスカレーターの上で待ってるとかね、全然あり得るんですよね。なので、金時計待ち合わせだけど、金時計についてから、もしもしどこにいるっていうのが普通ですね。絶対に金時計集合で金時計に行ってよってなったことはもうほぼないと思います。はい、そして私ね、大阪に来て初めて感じたことなんですけど、名古屋って名鉄電車、名古屋駅から乗るんですけど、ホームがね、三河行く方か尾張行く方、二つのホームしかないんですよ。で、尾張行く方は犬山行く方と岐阜に行く方と分かれていて、で、三河の方もね、セントレアの方に行くのと豊橋の方に行くのって分かれてるんですよ。で、そこの同じホームに行って、で、自分がどっち方面の電車に乗りたいか見て、で、その電車が来たら乗るっていう仕組みなんですね。で、他の大阪、東京って違いますよね。そこのホームに行ったら、そっち方面に行く電車しか来ないじゃないですか。ここがね、なんか難しいみたいで、私ね、逆に名古屋に慣れていたので、大阪に来て、電車のホームが違うってなるんですよ。もう、名古屋だったらそこのホームに行けば、来た電車に乗ったらいいのに、ホームを間違えるとね、また上がって降りないといけないっていうね。これ大変。これはね、私、名古屋システムの方がいいと思います。続いて、冷やし中華はね、あの、スガキ屋のね、冷やし中華のパック、家に買ってきて食べると思うんですけど、もう大阪には売ってないですね。で、冷やし中華って名古屋の人、マヨネーズとからしかけますよね。私、マヨネーズとからし絶対にかけます。でも、他の地方の人はね、マヨネーズかけないらしいんですよ。美味しいのに、なんでマヨネーズかけないかな。マヨネーズとからしはマスト。そして、名古屋の人って、名古屋って観光するとこある？遊ぶとこある？って聞かれるとね、絶対ね、ないって言うんですよ。大したとこないって言うんですよね。けど、意外にあるんですよ。ないって思ってるだけで、意外にある。名古屋城もあるしね。東山動物園。名古屋港水族館もあるしね。で、電気の科学館とかも結構面白いし、プラネタリウムもありますよね。なくはないと思うんですよね。でも絶対名古屋の人ってどっか観光するとこ遊ぶとこあるって言われたらないって言うんですよ。はい、そして名古屋の人、名古屋大学のことを名大って言います。それはね、名古屋駅のことも名駅って言うし、
名古屋鉄道も名鉄なので、みんなね明大明大言うんですよね。でも東京の人からしたら明大って明治大学ですよね。名古屋の人の言う明大は名古屋大学。ここねちょっとややこしいところですね。そして名古屋の学校の休み時間といえば放課。放課をね私もずっと使ってきました。放課にね外でドッジボールしに行くんですよ。けど全国的にはね休み時間って言うんですよね。放課ってねスマホとかで言っても出てこないんだよね。放課って言ってる人は名古屋人です。はい、そして地下で迷う。これはねよくある話だと思うんですよ。名古屋の地下でも迷うし、栄の地下でも迷う。迷うとまではいかなくても、ここどこだっけみたいな、どっち行ったらどっちに出るんだっけみたいな、よくありますね。名古屋の地下は本当にダンジョン。そして次、これはね最近知ったんですけど、何々死んでって、例えばあなたと一緒にしないでとかいうことを一緒に死んでって言います。これねちょっとびっくりされました。一緒に死んではやばいよね。でも一緒に死んでって言うんですよ。あなたと一緒にしないで、一緒に死んで。死んでの他に食べんでとかやらんでとか、結構ねなんとかんでっていうのが何々しないでっていうことなので、死んでって言われたらちょっと名古屋人かなって思った方がいいと思います。こっちじゃないですからね、気をつけてください。これ言ったら名古屋人です。はい、そしてこれもね名古屋だけだっていうのをちょっと驚いたんですけど、カラオケ行くって言ったらねジャパレン行くんですけど、ジャパンレンタカーですね。確かになんでジャパンレンタカーがカラオケなんだろうっていう気もしてたけど、私もけど、やっぱカラオケって言ったらジャパレン。これはね私の中でも謎の残る一つでありますね。そしてこれねコメントで教えてもらったんですけど、模造紙のことを名古屋の人はね B 紙って言うんですよ。私 B 紙って普通に全国だと思ってたんだけど、 B 紙って言わないんですね。でっかいあのマス目が書いてある紙あるじゃないですか、あれ B 紙だと思ってましたね。なんで B 紙なんだろう、ちょっとわからないけど、名古屋の人はみんな B 紙って言うと思います。はい、ということで名古屋あるあるいかがでしたでしょうか。あるあると思った方は名古屋人です。またね名古屋の方とねお付き合いがある方はぜひこの動画を参考にして、あなるほど名古屋の人だからこういう風なんだなって思ってください。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。